こういうの大事。調査兵団がトロストクへと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため人目につかない場所に潜伏し、ハンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの硬質化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始のめども立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール卿の司祭ニクが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばし、この事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをピクシス司令の兵舎に移送すべくトロストクへ赴くが、あまり団子になって歩くなよ、逆に目立つ。エレンとヒストリアも普通に歩け。なんで王家の旗がこんなにあるんだ。あ、今日って王政設立記念日じゃん。年一回の特別配給がある日ですよ。気をつけろ、後ろだ。Do you know what? I think they should have kept it the way they did in the anime. Like, that's one thing that's frustrating with anime games sometimes. Is... Daijoubu ka? Aits, zettai ore ni nite ne no ni. Umazura nano ni.中の様子はどうだ。急がないとアルミンの変装がバレてしまいます。そうか。足の調子はどうですか。悪くない。それより族の連中、あれはただの素人だ。なんでそんなのを使ったんだか。あとはお前らで十分だろ。俺はエレンたちの方へ行く。とりあえず奴らを抑えたらすぐに合流しろ。了解。それから念のために言っておくことがある。アルミンたちにも伝えろ。どうだ。道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は、oh, okay. 成功だ。その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。
奴らは気ぐらいが高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニーバ、キリサ・ケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃ヤツと暮らした時期がある。え、どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、ヤツなら平気で素人を使う。目標を集団でつける時は両斜め後方と見晴らしのいい高台。てねえだ。ケニー！バキロになるとはな。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。懐かしいな、リヴァイ。もっとちゃんと面見せろよ。ふざけんじゃねえ。てめえさっきから俺の顔に三段ぶっ放してきてんじゃねえか。まあな、今日はおめえの脳みその色を見に来たんだ。まだ生きてるとは思わなかったぜ。憲兵を殺しまくったあんたが憲兵とはな。あんたの冗談で笑ったのはこれが初めてだ。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。中央の大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。言えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。
ったか。俺にはわかる気がするよ。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのが精一杯でよ。世界はどうやら広いらしいってことを知った日は、さあ、あれは深く傷ついたもんだ。昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと、すぐに敵に見つかっちまうな。くそ、ケニーのやつに何人引き連れてきやがったんだ。邪魔すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろ。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。はい、だな。おい、ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。ここで確実に仕留めろ。指揮してるのはあいつか。隊長、リヴァイ生きてるじゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぜ。時間は稼げたはず。もういいだろ。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。
ルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。バルミン、ジャン。ダメだ、一度引く。トロストク市街においてエレンとヒストリアを奪われたリヴァイ班はやむなくその場を離れ、先に倉庫で捕らえた男たちに二人を奪還するための手がかりを求めるのだった。エレンらを誘拐しようとした者たちを捕らえたリヴァイ班は、実行犯がトロストクのリーブス町会の者であったと知る。作戦に失敗した紹介を中央憲兵は必ず始末しに来るだろう。そう踏んだ調査兵団は紹介に取引を持ちかけ、協力を約束させた。彼らの力もあり、調査兵団は2名の中央憲兵の捕獲に成功。中央憲兵への尋問の末、本物の王家は振り付けではなくレイス家、ヒストリアの成果であると発覚した。元凶とかつてのライナーたちの振る舞いを鑑み、判事は王政がエレンを求める理由をこう推測する。知性を持たない巨人が巨人化の力を持つ人間を捕食すれば、随意に巨人を操る力を継承できるのではないか。そして王政はエレンの持つ巨人の力を奪おうとしているのではないかと。調査兵団はヒストリアの実父であり壁の実質的な指導者であるロッドレースを確保すべく、そしてエレンとヒストリアを奪還すべくレース寮へと向かうことを決める。だがそんな時、リーブス町会が調査兵団に協力したと中央憲兵に漏れ、会長のリーブスがケニーの手により暗殺されてしまう。中央憲兵は彼らの殺害容疑を調査兵団になすりつけ、団長エルヴィンを連行、尋問を執り行った。You know, a good weekend for you.